ノア・ジュープはイギリスの子役である。2005年2月25日、ノア・ジュープはロンドンで生まれた。父親は映画制作者のクリス・ジュープ、母親は女優のケイティ・カバナーである。現在、ノアは家族と一緒にマンチェスターに暮らしており、弟と妹が一人ずついる。2015年、ノアは子役としての活動を開始し、ダウントン・アビーやペニー・ドレッドフル・ナイトメア・血塗られた秘密のような人気ドラマに小さな役で出演した。翌年、トム・ヒドルストン主演のテレビドラマ、ナイト・マネージャーで重要な役どころを演じた。2017年、ノアはナチス第3の男で映画界に進出した。同じ年、ジョージ・クルーニーが監督を務めたサバービコン仮面をかぶった街に起用され、マット・デーモンを演じる主人公の息子を演じた。クルーニーはノアの演技を高く評価し、ジョン・クラシンスキー監督にノアを推薦した。そうして出来上がったのがクワイエット・プレイスであった。同作は批評的、興行的に大成功を収め、ノアがブレイクするきっかけとなった。その後もノアはワンダー君は太陽やハニーボーイのような話題作に出演している。ありがとうございます。